フォローありがとうございます。ジョリナやっちゃったんだよね、あることをしてしまった。多分良くないこと、うん、やっちゃったんですよ私。あることを、おはーん、オンリーワン、オンリーワン、オンリーワン、やあ、え、超早くね、一番乗り死ぬね、早かった。おはよう、早い時間です。あかん、声出た、声出た。声出たか、一番乗りで。おはようございます、おはよう、朝から可愛い、ありがとう。朝から仕事じゃないの？違います。何情報だそれ。おはよう、何をやっちまった。あのね、今日一回外出たんだけど、外出た時にあの雲がいて、やってしまったんですよリーナ。雲、ダメだよね朝の雲ってさ、ダメなんでしょ、やっちゃやってしまったなって思って。いやどうしてもさ家に入りたかったからさ、殺虫剤をさぶちまけちゃったんですよ。え、絶対ダメだったよね。え、自分でもねスプレーかけた瞬間後悔した。絶対ダメだったよね、かけなければよかったって思って。でも結構ぶちまけちゃったからさ、もうなんか弱っていっちゃって。朝雲ってよくないよね、なんか雲多いんですよ最近、もう本当に嫌なんです。え、待って、それってワンピースだったりする？する、ワンピース、これなんかここも開いてて可愛い。結婚資格1、逮捕です。おはよう、朝から逮捕でしたね。朝配信見れるのラッキー。ちょっとくしゃみしそう。ラッキーだよみんな。グモーニングメロン、ノーノーノーメロン、ノーメロンだよ。あなたが見てるのはメロンじゃないです。ちなみに絶賛仕事中。大丈夫なんですか、仕事中に見ちゃってサボりしてますか。いや今日も可愛いな、ありがとう。この時間帯に配信できるのも来週までなのか、夏休み期間終わるのも早い。本当にそうなの、悲しい。朝からコワチコワチなリーナちゃん見れてハッピーです。棒、なんで棒なんですか。おはようございます。なんで棒なんですか。ちょっと暑かった。あ、でもね思ったより暑くなかった。なんか朝に外出るのいいよね、なんか良かった、すっきりした。朝雲はっていうよね、そうそう朝雲ダメらしいんですよ。やっちゃったよね。え、リーナどうなんのこれ、大丈夫そう。おはよう、初めて朝配信来れた。あ、初めてなんだ。おはよう、知らんかった。雲は夜だよ。え、夜がダメなの。え、夜雲はダメなの。おはようございます、仕事行くまで少しだけ、少しだけね。朝は訪問者だからね、夜は来訪者、来訪者ってなんだ。
訪問者と来訪者ってな何が違うの？え、リーナが呼んでるってこと？朝は、朝は雲を呼んでるからダメで、夜は雲が勝手に来るからいいみたいな。兄ちゃん虫にも大人気。いや虫だけですよ私、虫に大人気なんですよ。全く同じなかった。死ぬ、面白おそろっちじゃん。ワンちゃんリーナこれあれだよ、特会とかで着るかもしれません。だから服決めなきゃいけないんだよね。9月9、10はちょっと決めちゃいたいんですよ私。何着ればいいと思います？うん、どうしよう、もう勝手にポンポンポンって当てはめるべき。やっぱりさ、どれがいいって言うとさ、みんなさ全然違う意見来るからさ、リーナポン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 って入れちゃった方がいいのかな。結婚したかける10、うん、どうしようかな。朝雲阻止で、ちょっと朝雲来たからやられたんだよ、だから来なかったらやられなかった、来たのが悪いよね。結婚したかける1、逮捕です。朝ごはん食べましたか？朝ごはんね、パン食べました、なんかチョコパンみたいな。 Did you sleep well? え？寝るのが上手みたいなこと？ No I'm no I don't sleep well。 左耳で会議聞きながら右耳でリーちゃん配信聞いてる。あ、なんかいっぺんに二人のこ何声聞こえるんですね。聖徳太子の劣化版的な。まだラジオ体操ありますか？え、リーナはやってない。夜はやっていいの？縁起の問題？そうなの？雲は液中？何液中って？利益が来るみたいな。え、じゃあ殺しちゃダメ？あ、やっちゃダメだったじゃん。自分から利益をリーナはやったってこと？もう全部生誕 T でいいんじゃない？適当すぎん？身長伸びてるよね。伸びてます。スクール水着ってふざけてるんですか？一生着ませんよ。え、これさ、ワンちゃんかぶったやつ全送ったやつ全部かぶりとかある？さすがにそれは阻止したやんけ。え、そういうこと？え、これを送ってくれたってこと？おそろっちとかじゃなくて？ないと信じたい。でもさ、ちょっとさ、ワンピースの丈が違かったりとかする可能性もあるよね。まあ別にこれ可愛いからさ、何着あってもいいです。欲しいのは朝雲、欲しいなってね、いいよね。雲は神聖な生き物だから朝より関わらず、やったらダメ。え、ダメなの？やって、そうなの？パパが夜、昨日夜さ、めっちゃやってたけど、あ、ちょっと落ちてるから気をつけてって言ってたけど、でリーナもちょっと朝やっちゃったけど、ダメなの？え、じゃ最近雲が多かったのはなんか良かったってこと？運気が。えー、ちょっとそれはやばいね。やっちゃったわリーナ、いろんな意味で。雲は他の虫をパクパク食べてくれる。食べるのは知ってるけどさ、じゃあ雲自体リーナ無理なんだ。クモも虫やん。他の虫いなくなってもクモいるんだからちょっと嫌ですよ。寝るのが上手じゃなくてよく寝られた。あ、そうなの？ウェルって上手って意味じゃないの？でもよく寝れてません私。昨日さ、寝る前にさ、寝る前にヒロアカのさ単行本を読んだんですよ。35巻から38巻ファンの方にもらって、で一旦見終わったんだけど、ちょっとより深く読んで内容を深く理解したいなって思って、国語みたいなことしてるんですけど私、あと考察もちょっとできたらいいなみたいな感じで、まあ一冊ね10回以上は読まなきゃなって思ってるんですけど、でまた35巻から2回目読み始めてるんですよ。で昨日1時に寝ようとしたのに
4だから結局多分寝たの1時半とかで、でリナ7時に起きたんですよ。だからちょっとあんま寝れてないですね。一応同じであろうワンピ送るで、破れたら送って、破れたら使って、破れたら、あこれが破れたらそういうことね。破れなくても使いますよ。色違い買えばよかった。いや使いますよ、ありがとうございます。スパイダーは家のダニとか食べてくれる。スパイダー自体無理なんですよ。ダニちっちゃいからよくない？ほらありがとう。なんか画面がめっちゃ一気に暗くなっちゃったんだけど大丈夫？クモは星を食べてくれるから。え何を食べるの？ダニ？液中って呼ばれてる。あじゃあ別に、あなんか運気が上がるとかそういうのじゃなくて食べてくれるだけなのね。絶対ロングのマーメイドワンピ、えそうなんだけどえ本当に被ってんじゃん。まあでも使えますよ。まああれですよ、考えてることが一緒だったんです。蜘蛛の巣に住んでるかもねかもね。みんなが今見てるのはさ、ズームとかでさ背景変えれるやつあるやんもしかしたらあれかもしれんしね。もうこれ自体、この紙自体もしかしたらあの背景変えれるやつかもしれなくて、蜘蛛の巣がもしかしたらね、蜘蛛の巣の部屋に住んでるかもしれないしね。初見さんオンリーワン、オンリーワン。7時間寝てないじゃん。寝てないんですよ。そうリーナ人に言っといて寝てないんですよ人に言っといてね、寝てないのよ。まあでも寝ようと努力はした。ただヒロアカはちょっと見なきゃダメ、義務だった。義務はやんなきゃいけないじゃん。マストだったんですよ。でマストのことを終えたから私は寝たわけです。だからまあ最善は尽くしたやめないで、いや破んないよ。いや服破ったことないし。 I'm from Indonesia. Hi hi. Please follow me. クマは家中のジンを全部食べてくれる。あそうなんだ。あんなさ細いのでジン食べれんの？なんか細いやつばっかじゃない？クモって。もうそれは姉か妹に回していや着ますよ普通に。あれだよ、あの洗濯しててももう一回着れるじゃん。洗濯しててさ、あこっち乾いてないってなった時に、あこれいただいたから着ようってなれるじゃん。ちゃんと着ますよ。ハートありがとう。雲で運気が上がるならみんなたくさん買ってくれる雲ね上がんないんだ。じゃあいいじゃん。じゃあいいです。考えてることが一緒だと運命感じない？ちょっとは感じるよね。まあもう本当にもうリーナそのものだったら運命感じますドッペルゲンガー的なのだったらちょっと運命感じますね。顔も一緒で身長も一緒でもう全部一緒だったら運命感じます。一応仕事柄服ぐらいなんとなくわかるな。えそうなんですかなんかお洋服のお仕事ですか？夏休みの宿題は終わってないですよ今日があるから、今日がある。おはようだよクソガキじゃなくてリーナお嬢様。うん、よく自制したねよく自制しましたね。危なかったですね。あのリーナの角が生えてクワガタになるとこでしたよ。私みんなクワガタの配信見ることになるとこでしたよ。危なかったですね。リーナお嬢様ですオンリーワン。星を吸う、 G を吸うんですか雲って。結婚してかける G 逮捕です。笑顔で逮捕する人いないでしょうね、リーナ以外に。金魚ありがとうございます。雲仕方ないね。桑田さんは大丈夫？桑田はなんかもうやろうと思ってもできないじゃんちょっとなんかさ、ああいうさちょっと硬い系のやつ無理なんですよ私。花火玉のギフトは投下しない。あしないのねしないのね。ということは我々運命ですね。運命ですね。雲の糸に引っかかった
虫を糸でぐるぐる巻きにして食べる。あ、糸で縮めてちっちゃくして縮みにしてから食べるみたいな。ちょっと美味しそうじゃん縮みって。でもいい、美味しいのかな G って。そうですね、そのような仕事してる。なんかいいね、服のこと詳しいっていうかね。じゃあトレンドとかも分かるってこと、今これが流行ってますみたいな。今あれでしょ、ズボンさ忘れた忘れた、なんだっけ、なんかちょっとダボっとしたさ何々パンツみたいなさズボンが流行ってるんでしょ。カーゴパンツ、カーゴパンツが流行ってるんじゃなかったっけ。クワガタの配信はそれはそれで見たい、見たいのか。クワガタの配信見てどうなる、喋ってないよ。なんなら喋った方がキモいか、クワリーナ今クワガタになったとしてさ、こんにちはとか言ってクワガタになって喋ってる方が気持ち悪いか。夏休み学校行く日ないの。ありますよちゃんと行ってますよ私。昨日の夜ぐらいに旅行から帰ってきた。どこ行ってたんですか。いいな。あ、そう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 、ちょっと聞きたいことがあって、多分夏休み無理なんですけどリーナの、リーナの勝手な予定なんですけど、冬休みに旅行行きたいと勝手に一人で思ってるんですけど夏休み多分無理だからなんか旅行におすすめスポット教えてください。あ、できれば遊園地とかがいいですできればちょっと遊べるとこがいいですね。リーナちょっと旅行って言ってさのんびりするの好きじゃないんですよ、遊びたいんですよ。ちょっと教えてください。東京だったらここ、愛知はいいや住んでるから福岡だったらこことか、海外はやめてください行けないんで遠い遠い。あとそうだな、ちょっと県行っていい、指定します東京、福岡、大阪ぐらいじゃない。日本ってそれぐらいしか行くとこないよね、強いて言うなら。あーでも岐阜の、岐阜の高山とかでもいいですよね。あとはどこがあるかな。あとないくない、なくないそれぐらいですかね。ありますか、なんか遊園地的な、ちょっとなんか室内遊園地とかもいいよね。でもリーナがさ史上最強に気になってたのはさ、夏休みに行きたかったのがあれです、水上アスレチックみたいな、めちゃくちゃ楽しそうじゃない。あれ会場っていうの、水上か海上かどっちか忘れたけど、めちゃくちゃ楽しそうなんだけど、あれなんかもう見た瞬間から恋しました私。一目惚れですよ本当に。水上アスレチックってなんかもう言葉だけで一目惚れじゃない、見てないか、人聞き惚れじゃない。なんかもうアスレチックっていう言葉にちょっとね反応しちゃいますよね。でもさ焼けちゃうからさ行きたくなかったですよ焼けなかったら別に行きたいですけど。でもあれも行きたい、ナイトプール。ナイトプールってさプール楽しめるけどさ焼けないじゃん、まあちょっと紫外線あるかもしれんけどさ昼より焼けないからさ、ナイトプールいいなって最近思い始めたんですよ。なんかさ学校の子とかも行ってた気がするんだよね、ちょっと忘れちゃった。ブブカは1人6冊買えばいいですか。そうですね、6冊買って、アリーナはちょっとまあ3割増しぐらいでなんでまあやっぱり一人一人見ていくって感じですね。桑田の近くでスプレーしたらあかんね。ね、割と近かったんですよ桑田のカーゴ、あカーゴだよね。やっぱり流行ってるよねあれ。朝から2曲ドラム練習して今出かけとる。あ今出かけとんのね。朝からドラムとかめっちゃスッキリできそう。
はよう、りなちゃん、おはよう。結婚式かける1、逮捕です。星されたら星家に、多分杉本家だよね、その星が分からんけど、杉本家に収容されると聞きましたが本当ですか。何されるんですか。星は何ですか。ユニバ行きたい。人生で一回も行ったことない。え、一回はあるけど、なんかもう本当にちっちゃい頃、3歳とかママになんか、いや一回行ったことあるよって言われて、え、覚えてない、多分3歳ぐらいだったかなって。それは覚えてないわ、乗れる年齢じゃないし。ジェットコースター出雲っていうのこれえ、出雲と高知と何々兵の3カ所巡ってきた。え、高知県ってこと。高知県リーナ行ったことないな。いいな、3カ所も巡ったんか。なんか食べました。赤だ小学生、遊園地はさ赤ちゃんじゃ乗れないって。行けない、遊園地赤ちゃんは行きません赤ちゃんは自ら遊園地に行きたいと言いませんよ。長島ね、行ったんだよね去年行ったんですよ。でも多分長島行ったらさ、次はさスチールドラゴン乗せられるんですよちょっとやだ、スチールドラゴンまでの怖さは求めてないです私。もう白ゲーで本当にもうなんか、あ、もうリナこれからどのアトラクションでも乗れるわって思ったけど、ちょっとスチールドラゴン高いじゃん、私高所恐怖症なんですよ。高いとこ無理です。遊園地は小学生、中学生でも行きますよ遊園地。別に、え、別にさ、だってさどっかのカップルとかもさ遊園地行くやん、大人ですよ、大人も遊園地行きますよ全然。ユニバ行こう、混んでるけど、混んでるよねやっぱり。ジブリパークは、ジブリパークってジェットコースターなくない。やっほー、ヒラパー、え、なにヒラパーって。ヒライパーキングみたいな、ヒライパーク、パークか、ヒライかは知らんけど、ヒラカタパークとかちょっとわかんないわ。ヒラパーってなんだ、訳されるとわからんわかんない。出雲大社っていうのこれ、高知城、え、いいね、お城いいな。あれだろ、え、何、あー他にもあるあるあると思うよ京都来てみ、京都ジェットコースターある京都ってジェットコースターがさ、アスレチックってありますか。なんかもう京都ってそんなイメージないんですけど、八つ橋のイメージです京都は。姫路セントラルパーク、あ、パーク、でも姫路って遠くない、遠くないですか。一応ちょっとパシャ、セントラルパークか。え、でもさパークってついてるからさ遊園地なわけじゃないもんね。だってさ名古屋にもあるよねセントラルパーク。でもあそこ確か違うよね、遊園地じゃないよね。全部ツアーやったところ、リーナ行けてないもん。北海道も行けるもんなら行きたいですよ。でもちょっと7人いるんで家族がちょっと北海道はきついかな日本ってな47都道府県あって、いや、あるのは分かるけどさ、47都道府県の中にどれくらいジェットコースターがあるかが大事なんですよ。ジェットコースターがないかあるかないかでだいぶ印象変わるんですよその県の沖縄、ちょっと沖縄焼ける、しかも沖縄って虫多いじゃん、ちょっと私無理ですよ。なんか沖縄の虫ってね、愛知とかに比べて一回りでかいらしいですよ。日帰りか一泊ぐらい行けるかどうか、一泊は行きたいですよね、日帰りなんて楽しくないじゃん。食べ物が美味しいとこがいい、いや遊びたいんですよ私。食べ物はまあどこでもさ、どっかの店舗行けば絶対美味しいじゃん。福岡まず行ったことない、あ、そうなんだ、リナは行ったことないかも。大分は行ったけどさ、てか住んでたけど、大分住んでたのに福岡行ったことないっていうね、
近かったなら行けよって思うんですけど大分、あ、でも大分の地獄温泉とかもいいと思います。あ、匂いだけが好きです。それ以外はちょっと記憶ないです。なんかさ、みんなさ、温泉の匂いとか臭いって言うやん。温泉って何の匂いだっけ。アンモニアじゃないよね。アンモニアは違うよね。何の匂いだっけな、忘れちゃった。温泉の匂い好きなんですよ私。横浜のシーパラダイスまたはズーラシア。え、全然知らん、リーナ。でも横浜って神奈川だよね。だからまあ別に行けるね。硫黄か、温泉硫黄だ。みんな臭いって言うんだって、硫黄の匂い。なんか硫黄の匂いしたらさ、うわ硫黄の匂いだ臭いみたいな、みんな言うんだって。え、めっちゃいい匂いじゃん。硫黄の匂い好きなんだけど。リーナ、ナバリ、ナバリって何。ラウンドワンってジェットコースターじゃないじゃん。六甲山、六甲山っていうのこれ、アスレチック。え、何、六甲山アスレチックって遊園地じゃないといけんの。いや、いけないわけじゃないけどちょっと私は遊園地だけ行きたいんですよ遊園地目標にしていきたいんです。東京花屋敷とスカイツリー浅草。あ、そう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 、花屋敷リナ行きたいの。花屋敷楽しそうじゃない。怖いかな、花屋敷、花屋敷って。でも屋敷って聞くとさ、屋敷ざらしみたいないるやん、なんか。だからさ、なんかお化け屋敷のイメージがあるんだよね。でも浅草に歩くない、花屋敷って。一回さ、浅草行った時に花屋敷らしきものがあった気がするんだよね花屋敷らしきものが、多分花屋敷。でもなんかやってなかった気がするんだよね。ジェットコースターみたいな見えたけどさ、ジェットコースター動いてなかった気がする。わかんない、リーナが見た時にたまたま動いてなかっただけかもしれんし。スカイツリー、え、ね、スカイツリーの上登ってみたいけど絶対怖いよねめっちゃ登ってみたいって思ったけどさ、高所恐怖症なの忘れてたわ。でも一回は登ってみたいよね人生で。あの落ちたら下は水ってやつ。え、下水、あ、水上アスレチック。あ、そうそうそう、水上アスレチックはそうだね。でもリナ泳げないんだけどえ、落ちたらどうすんのリナえ、そのままさサメに食べられちゃうんじゃないの。泳げないんだけどリナ背泳ぎしかできないからさ、海の下にどんな生き物がいるかも分かんないじゃん。そういえばそのそれは考えてなかったわ。多分海だよね、海にアスレチックがあって。え、普通に落ちたらやばくないそれ。リナ、ウミガメに助けられないと泳げないよ。ね、待って、ちょっとそれは考えてなかったわリナ。海か。え、じゃあクラゲとかもいるかもしれないじゃん。刺されたらリナどうしよう。え、そんなこと考えてなかったわ。水上アスレチックって水族館は、水族館、ああ水族館か。まあでも水族館もいいですよね、名古屋港水族館とか。水族館か、一回さ水族館でさ、なんかさサメとさちっちゃい魚がさ共存してる水族館あるやん。であそこに一回行ってさ、目の前で ちっちゃい魚がサメに食べられる瞬間を見たんですよねなんか弱肉強食っていうのをねちっちゃい頃に味わいましたよね。水上アスレチックは愛知でもできる。あ、そうなんだ、知らんかった。メンバーのアスレチックとか大好物。そうなの、メンバーが
ジェットコースター乗ってるってことか。ゲリラ配信ですね。違いますよ。アスレチック興味ない。え、ないの？アスレチックいいじゃん。ナイトプール、パリピ、パリピなの？ナイトプールって夜のプールだよ。日焼けしないでプール行けるんだよ。ナイトプールはラグーナでいい。ラグーナ、あるんだ。あるんだって、なんか変な発音になっちゃった。あるんだ、ラグーナにナイトプール。知らんかった。え、ラグーナいいね。ラグーナって、あ、でも泊まれないか。泊まれるけどなんかもったいないか。県内だからね。東京なら意外と東京ドームシティとか行ったことある。行ったことあるよ、東京ドームシティ。あ、あの観覧車がめ、観覧車がめちゃくちゃ怖かったです。東京ドームシティめっちゃ高くてさ、カラオケついてるからさ、なんかもうビート刻んでて、カラオケがなんか揺れるんですよ。カラオケがドゥンドゥンっていうたびに揺れてるんですよ。だからもうちょっと怖かったですね。ワンちゃん一番怖い説、関東方面行くなら富士急とかもあり。え、富士急ってめちゃくちゃ怖くない？富士急ってめっちゃ怖いやつじゃないですか。なんかこうなるやつでしょ。からドン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 みたいな。こんなんじゃなかったっけ。え、なんか動画で見たんだってリーナ。でも実際もっと早いよね、こんなんだよね絶対。そんなんリーナ息できないよ。白芸でもさ、え、リーナ息吸えてるってなったもん。多分息吸えてなかった。だから多分あれだよね、一番上に行った時にでちゃんと息吸ってから息止めながら落ちるのが多分正解なんだよね、ジェットコースターって。アンズとキョッピーはナイトプール好きそうなイメージ。めっちゃ好きそう、パリピしてるからね。絶対好きでしょ。 JK とかさ、ナイトプール好きな人多くない？みんな好きじゃない？サッカー観戦は日産スタジアムまたは三沢公園サッカー場。サッカー観戦は私はトヨタスタジアムでしかしないですね。子供でも行けるナイトプール行って、クルミンとのプールツーショット撮ってきて。欲しいだけでしょ写真。ナイトプール楽しくておすすめです。え、やっぱり楽しそう。あれでもさ、ぷかぷか浮かぶだけじゃない？どうなんだろう、ナイトプールってさ何するんですか。あ、夜のあれだよ、多分あれだよ。なんか中にはさ浮き輪でプカプカ浮かんでさ寝てる人いるけどさ、背泳ぎしてさナイトプールで、あの星空見ながら泳ぐっていうのがあれなんかな、ロマンチックなんかな。背泳ぎしたらさ、てか背泳ぎしかリーナできないからさ。あ、でもあれか、別にさ平泳ぎの息継ぎでさ、こうやってでこうやって上向けば星空見えるか。長島は年一で行くもんなのでは。え、そうなの？え、乗らされるよパパに。ちょっとスチールドラゴン行ってこいって言われるよ絶対。白芸もさ乗らされたから。ちょっと無理だよ、もうなんか行った瞬間後悔したもん。長島なんてさ行った瞬間さ目の前にあるんだって、スチールドラゴンが。でもこんなんでいいの絶対無理だわって思って。まあ結局ね楽しかったんですけど。ひらかたパーク、あ、やっぱりひらかたパークだった。そうなんだ。ひらかたパークはどこにあるんですか？奈良県とか？どこだろう。ちょっと名前で予想していい？ひらかたってなんかさ平らみたいな感じ、平らな地形。平らな地形ってむずいな。でもさ、そうだな。え、やっぱり大阪。でもさ大阪ってさあれだよね、
端っこの方山って聞いた気がする。でもそんなこと言ったら全部そうか。枚方パーク、わかんないわ。平らな土なんてなくない？日本に全部山じゃん。全部の県に山あるくない？わかんない。でもなんか誰かが久留米に案内してもらってって言ったから多分なでしょう。ナイトプールで背泳ぎする人見たことない。え、じゃあみんな泳がないの？プールって泳ぐもんじゃん。だからリナ、泳げるもの泳いだ方がよくない？あ、大阪なんだ。枚方パーク大阪なんだ。大阪か。じゃあキョッピーでいいやん。あ、でもキョッピー兵庫か。ニーナなんか錯覚してるんですよ。いつもさ、キョッピーのさ出身地大阪だと思っちゃうんですよ。兵庫なのに。枚方パーク日本最古の遊園地。あ、そうなんだ。え、なんか最近見たよリーナ、枚方パークじゃないけどさ、なんかもうめっちゃ古くて壊れそうな遊園地あって、壊れそうだから怖いみたいな、スリル感が味わえる的な遊園地見たよ。富士急行きましょう。え、怖くない？富士急怖くない？メリーナが乗れるやつあるかな。白芸以下しか乗れん。ハートありがとう。遊ぶイコール遊園地なのが最高に赤。遊ぶって遊園地じゃない？遊園地でしか遊ばんくない？神戸にはアスレチックパークある。あ、兵庫。え、そうなんだ。リナ神戸行ったことあるけどそんな見てないわ。あ、え、わかる気がする。え、あれ山にあるとこ？山にあるよね、アスレチックパーク。え、なんか木登りじゃないけどさ、なんかさ木材で作られたなんかに乗ってさ遊ぶとこっしょ。公園、でかい公園みたいな。え、リナ行ったことある。山の上にあるやつっしょ。で、行ったことあるけどなんかもう絶対虫たくさんいるなって思って、ちゃんとさ山の上まで行ったのにさ、あのやめました。虫、絶対虫いるって思ってちょっとやめましたね。あとその世代だとスポッチャ行きたくなりがち。あー、同級生よくスポッチャ行ってますね。行きたくなりがち。みんなスポッチャ好きなんですね。リーナも一回行ったことあるよ。何したっけな、スポッチャって何ができるっけ、ちょっと忘れちゃった。やっぱりあれですね、最近の女の子には中の遊園地が人気なんですよ。中の遊園地違うな、中で遊べるアスレチック的なのが多分有名じゃない、人気なんですよ。京都のコースターは絶対木材。木材ジェットコースター大丈夫動きます？木材のジェットコースターって。姫路セントラルパークっていわゆるサファリパーク、あ、知ってるリーナ、あれでしょ、なんかバスみたいなのに乗ってさ、なんか窓がないバスみたいなのに乗ってさ、トラとかさライオンとか見るやつでしょ、ゾウとかイノシシとかなんかシマウマとか窓の外から見て、あ、ライオンがこんな近距離で見れるみたいなやつでしょ、知ってるよ。ネスタリゾート神戸、なにそれ、ホテルですか？神戸いいよね、わかるんだけど。え、神戸リーナ行った時にさ、え、なんかもうエモかった。え、なんかホテル泊まるやん。え、泊まってあの海横のホテルだったんですよ。本当に下海みたいな、落ちたら海みたいな
感じのホテルで、でもなんか寝る前にちょっとコーラとか持って海の音を聞きながらコーラを飲むっていう、最高じゃないですか。でもベランダみたいなとこ出てさ、コーラ飲みながらポテトチップス食べながらさ、海の音聞いてさ、歯磨いて寝るんだよ。めっちゃ良くないですか。寝るときも若干海の波の音が聞こえるっていう、最高ですよね。あ、姫線は遊園地アトラクションエリアもある。え、めっちゃ良くない？サファリパークで動物見てから遊園地行くって最高じゃない？なんか姫路ってどこにあるんですか？姫路ってどこ？近い？上の方？下の方か、多分下の方。弟さんの年齢のことを考えると夢の国なら私はアトラクション楽しめそう。確かに弟さんの年齢で富士急はちょっと無理か。無理か。温泉は硫黄、アンモニアはプール。え、プールってさ塩素じゃなかったっけ？アンモニアなの？プールってアンモニアなの？知らんかった。塩素だと思ってた。温泉の匂いいい。え、いいよね。神戸ウォーターパークデカパトス。お、デカそう。でかそうだね。いいね。兵庫ばっかやん。アンモニア臭の温泉は嫌だ。え、でもさ、プールアンモニア臭なんでしょ。横浜は神奈川だよねって確認するあたり、チリ弱いような出てるよね。え、違う違う違う、知ってるアピールしただけだよ。別に神奈川だよねみたいな、クビになった。神奈川だよね、まあ別に知ってるけどみたいな感じだよ。別に知らないから確認したわけじゃない。二酸化硫黄とかの星の星かな。星星だね。ゆで卵の星、みんな星大好きですね。六甲山アスレチックは水上アスレチックで有名。え、そうなんだ。どこだ。大阪のフェスティバルゲートってとこ、ビルの中にジェットコースター。それはめっちゃ良くないですか。でもさ、ちょっと今思ったんだけどさ、あれ行きたい。ちょっとユニバにあるか知らんけどさ、ジュラシックワールドパーク、ジュラシックワールドの世界を体験できるみたいな、めっちゃ楽しそうじゃない。なんかさ、丸いのあるやん、球体みたいなのに乗ってさ、恐竜にガブって食べられるやつ、あれ乗りたい。リーナ、あれ乗って CG で 3D の恐竜に食べられてやばいみたいなやつ体験したいですね。私結構楽しそう。何これ、なんて読むの。何々ロシの動物園のジェットコースター。動物園にジェットコースターあるの。東山動物園とかにもあった気がする。ジェットコースターあったよね、なんかちっちゃいジェットコースター。屋敷座し、座敷わらし、座敷わらしか。え、座敷わらしか。屋敷ざらしなんて言ってたんだ、リーナ。あ、いた。座敷わらしか。あれ、なんか屋敷ざらしみたいなのいなかったっけ。いるイメージだったわ、リーナ。花屋敷ゼロポジで言ってた。
いいな行きたい。え、でもあれじゃないの、お化け屋敷連れてかれるとかじゃないの。ワーナーブラザーズスタジオツアー東京メイキングオブハリーポッター。え、何それ、何ですか。待って、笑い止まらん。屋敷ざらし誰屋敷ざらし、え、なんかさ、そんな感じじゃなかったっけ。屋敷って書いてざらしじゃなかったっけ。めっちゃそのイメージなんだけど、リーナ大阪のスパプーとかはスパイラルプールみたいなコースターあるし。え、そうなの、知らないわ。大阪多いね、なんかいいな豊島園跡地にできたハリーポッターのは、え、なにそれ、わかんない。スカイツリー外側を登ってみたい。あの、落ちたらどうなるか分かってます外側水深全然深くない。あ、深くないんだ。あ、じゃあクラゲとかも来ない。もうどこにも行けないじゃん確かに。海上忘れならライフジャケット羽織らされる、水上忘れはマジ水深浅い。あ、かっこ言うかってかっこ言うかってそうなんだ。え、じゃあ水上忘れの方がいいじゃん。海上忘れは本当に食べられるかもしれないってことでしょ。食べられるのはちょっと嫌だな。ちょっと旅行は明日から行ってきますって言ってさ、リーナ帰ってこなかったら嫌でしょ会場忘れ行って、水上忘れをバッチバチのおしゃれ着でチャレンジしてみよう。絶対落ちれないって頑張れるかも。いや、そもそも落ちたくないよ。落ちたら身の危険があるかもしれないんだよ。泳げないし、リーナ。おはよう、おはよう。海の空気で膨らますアスレチックとかは救命胴衣着るから。救命胴衣ってなんだ。え、あれですか、ライフジャケットみたいな。ライフジャケットさっきなんか言ってたよね、着るみたいな。空気で膨らましてんだあれ。え、じゃあさ、誰かがどっかにさ針刺したらさ、ニアたち結構やばくないそれ。え、え、今までなかったんかな、そういう事件。海上アスレチックの膨らまされた風船みたいなやつが針で刺されて全員落ちたみたいな。大丈夫ですか。え、膨らましてんだ空気で。水族館の魅力あんまわからん、お年頃って顔してる、かわいい水族館ってさ、だってさ魚見るだけだよ。魚見るんだよ。あ、でも魚食べれないからいいかもね。魚食べる人はさ、魚好きな人はさ、食べるのがね、見るのち結構きつそう。弱肉強食を目の当たりにしてるレアケース。そうだよ、ちっちゃい頃からね。ラグーナのイントネーションであるんだって言わないで。あるんだ間違えたよね。陸山の場所あるんかい。ありますよ。東京ドームは行き過ぎて飽きましたドームに行ったことがあるのね、たくさん。あれですか、野球ですかそういえばさ、野球の話なんだけどさ、ノーヒットノーランってあったじゃん、なんか話題になってたじゃん。リナ最初さ、なんか一回もヒットしないで一回も走ってない、だからなんかベンチの方なのかなって思ってたんだけどさ、多分違うよね。
ノーヒットノーランって何ですか？ずっとなんかさ、ずっと今回の試合ずっと休んでましたみたいな感じだと思ってたの。ノーヒットノーランだから一回もヒットできなかった、一回も走れなかった、あやったみたいなでも絶対違うじゃん。そういうことじゃないよね、みんな祝ってるもん。ずっとベンチにいてさ祝わないもんね。ノーヒットノーランって何ですかえずっと気になってたんだよねこれ。ラン走る、一回も走らず一回もヒットできなかった、よっしゃーみたいななんかベンチの人だと思ったのにな、ずっと。今回初めてベンチでしたねみたいな、ずっと。フィジケのやつはマジでやばいよね絶対。だって絶対こうだもんね、ジェットコースター乗りたいのに怖い、矛盾が可愛い。いやそれ乗りたいけど怖くない、やっぱり乗りたいって思うけどさ、いざ目の前にそのジェットコースターあったら諦めようってなるもん。フリーフォール系の乗り物は興味ない。何フリーフォールって。VR ゴールド、ゴールドじゃない、ゴーグルでジェットコースター鍛えていき、でもね違う、別にゴーグルとか大丈夫なのよ。ゴーグルとかは大丈夫なんだけど、ジェットコースターってさ実際にさなんかいろんな浮遊感とかさいろいろあるわけよ。だから見る分には全然怖くないよ。9月にマカリメッセに来られますよね、夢の国でナイト観戦では。ナイト観戦、夢の国は行きませんね多分、マカリメッセの後に。ほらありがとう、フラミンゴと写真撮るだけ。あそうなのそうなんだ、ナイトプールの光で星は見られるのかな。見れないの？え、だってナイトプールって外でしょ。そんなガチで泳ぐ人いない。いないんだ。犬やから犬かき、リーナ犬かきできるよ。でもね、いつもね犬かき10秒ぐらいしかできない。ナイトプールなんか水色とピンクのドリンクを飲む。え、じゃあみんなインスタ映えのために行ってるってこと？やっぱラブイナ私喜んでなる。マジパパもなかなかおいしそうだよ、乗せてくるんだよ乗せてくるんだよ。なんかめっちゃ喋ってんだけど人がすごい喋ってるんですけど、枚方は京都寄りの大阪。あ、そうなんだ。枚方パークイコール枚方パーク、え、大阪の枚方っていう地名。あ、そうなんだ、だからか。平って感じじゃない違うらしいねハートありがとう。平っていう感じだと思ってた。平に方地方とかの方で方だと思ってた。だからキョッピは大阪っぽいよね。なんか愛知県には兵庫は馴染みない。そういうことじゃないよ、キョッピなんか大阪人っぽいのよマジで兵庫っぽくない。リナちゃん滋賀や和歌山の地理関係分かってなさそう。ええ、あれですか、
滋賀と和歌山。え、何？え、なんか日本にさ一つだけあるよね。なんかさ線があってさ、この境界線を越えるとこの県ですみたいな。え、そういう感じ？名古屋には最古の観覧車がある。え、なんだろう。ネスタリゾート、え、わかんない。ここで淡路島、淡路島って姫路にありますか？屋内遊園地。あ、そうそう、屋内遊園地楽しそうじゃない？横浜のみなとみらいのワールドポーターズの観覧車。え、なんですか？ワールドポーターズっていうとこになんかジェットコースターとか観覧車があるんですか？室内遊園地サンリオピューロ、え、サンリオピューロランドって室内なんですか？でもね、家族でね一回東京行ったことあるんですけど、一回どころじゃないけどね、東京行ったこと時があってあのサンリオピューロランド行きたいって言ったんですよ。どこ行きたいって言われたから。でもリナ以外サンリオ好きじゃないので、家族で、まあ、特に興味がないのでリナ以外ね、だから行けませんでした。だから多分また無理です。一人で行ってきてって言われるんでサンリオピューロランド多分行けないんですよ。夜の海辺でコーラ、え、そう、めっちゃ良くない？ファンタグレープじゃないの。いや、その時グレープがなかったの。その時ファンタグレープが手元になかったんですよ。姫路は兵庫で神戸よりもっと西。え、そうなの？あれ、姫路城っていうのは兵庫にあったんだ。あ、確かにそうだね、姫路城って兵庫だね。ルーさんが昔姫路は愛知ですかって言ったのを思い出した飛びすぎだね。姫路なんかいろんなとこにあるんだね。プールは塩素種、え、塩素だよね、アンモニアじゃないじゃん。モンキーパークも動物見てプールも入れる。あれですか、猿見てプール入れるみたいな。でもリーナ知ってるよ、モンキーパークのプール行ったことないけど。打ち合わせ終わったから大好き兄ちゃん見に来たよ、ありがとう。はよー、六甲山も兵庫、うん、知ってる。あれだよね、リナがさっき言ったところでしょ。ジュラシックパークならユニバ、え、あります、あの球体でさ、恐竜にがぶりつかれるみたいなアトラクションありますか？次、ジアエンソさんっていうの、これわかんないけど、とかで消毒するのかな。え、な、何をですか？メンバーのオタク訪問はレアですね。え、どういうこと？釧路って読むな、知ってるよりな、釧路側みたいな、習った気がする。ゼロポチはご褒美ロケだからお化け屋敷なんて言ってない、言ってないのねえ、羨ましい、ご褒美は羨ましいな。え、待って、もうめっちゃコメントどっか行った。うわ、どっか行かないでください。結構距離ある関西、いやでも関西は別に行けますよ、車でも行ける距離じゃないですか。和歌山って何あるんですか？山ってついてるからさ、山がたくさんあるんですか？和歌山ってお茶だっけ、なんかお茶だっけ。和歌山ってなんか名前からしてさ、なんかすごい和歌山って感じのイメージなんですよねなんか和だから、ちょっとおばあちゃんとかがいて山案内みたいなライフジャケットプシュって飛んでいくね。え、どういうこと？水族館は見方によっては珍しい海産物の展示場。あ、そうなんだ、珍しいの。あ、サメって、あ、確かに見ないね、サメってあんまり。え、でもリーナが一回行って楽しかったのが、あのタイなんですけど、タイに住んでた頃だからタイのとこかは知らんけど、なんか船でちょっと海ちょっと先まで行ってライフジャケット着て
海の中潜って、あのさ、なんか筒みたいな、遠足じゃなくてさ、煙突みたいなのがついてるやつあるやん。であれでなんか顔潜って魚たち見るみたいな、あれがすごい楽しかった思い出です。私なんか船があるとこで止まって降りてみてくださいみたいな言われて、なんかこういうのやって降りて、あ、魚がいるみたいなやつリナやった記憶があります。魚があるなら和歌山はパンダしか、パンダいるんだ和歌山って。ランイコール得点、チーム全員がノーヒットで1点も取れなかった。え、じゃあダメじゃないそれ。ノーヒットノーランと完全試合の違いわかる？え、ノーヒットノーランは勝てなかった、完全試合は完全に勝てたみたいな意味？させる側、あ、させたの、あ、ノーヒットローランを相手にさせました、おめでとうございます。あ、そういうこと？え、相手めっちゃかわいそうじゃん、一回も動かなかったってこと？あ、でもお給料もらえるのか、割と楽かもしれんね、ノーヒットノーランの方が。ピッチャーが一本もヒットを打たないで試合を投げ終えた。ヒットってあれですか？投げて相手が、相手の棒に野球ボールが当たったらヒットって言うんですか？ちなみにノーヒットノーランしたのはミナレンさんの旦那さん。あ、そうなの？なんかもう一人してなかったっけ最近。あ、27日あーの気持ち、そうだよね、アイリさんね。でも確かにリハの時いなかったんですよアイリさん。いやでもね、出たかったですね。でもちょっと今はね休んでもらうことですね。ピッチャーに称賛される称号よ、チーム公演アンダー全制覇みたいな。あ、そういうこと、そういうことね。ピッチャーヒットとホームランを1試合中で打たれなかったらノーヒットノーラン達成。そうなんだ。そうなんだ。ヒットとホームランを打たれなかった、でもホームランってめったに打たれないでしょ。じゃあピッチャーがすごいってことか、ピッチャーがすごいってことだよね多分。ランナーを全く出さなかったら完全試合。あ、そういうこと。でもさ、ノーヒットノーランってことはさ、一回もヒットせず一回も走んなかったってことでしょ。じゃあノーヒットノーランした時点で完全試合じゃない、それはもう。そういうことだよね。だってシャンは犬だもん、犬かきできて当然できるんですよ。新しいうちわ文字がでかすぎるからリーだけでいい。いいよ。キョピさんは大阪の人とはちょっと違う感じする。そうなんだ、全然わかんないわ。ピューロは友とかオタクと行くとこ、そうだよね、家族と行くとかじゃないから。初見さんこんにちは、フォローありがとうございます。え、なんかめっちゃ初見さん来たんだけど、なんで、なんかなんですか、なんでだ、なんかめっちゃ来てくれた。え、なんで、なんか流されたんですか、遭難、みんな遭難ですか。めっちゃ初見さんがいる。え、なんで、なんでだ、みんななんか遭難しました。お、和歌山人のワインになんかを言おう。え、和歌山なんですか、和歌山みかんの産地。あ、そうなんだ、ピーマンじゃなかったっけ和歌山って、キュウリとか。
え、なんか勝手なイメージなんだけど、なんか和歌山って緑のイメージだからさ、ピーマン、キュウリじゃない？和歌山って。アドベンチャーワールドがあってパンダ見れる、あ、そこでパンダが見れるのか。シャンシャンみたいな感じだよね多分。シューノケルって何？あ、これね、煙突のシューノケル、シューノケリングやったら、沖山で、沖山、沖縄で、沖縄で、ちょっと岡山と混ざっちゃった沖縄、あ、でもできそうだね、沖縄で。東京とかでもできそうじゃない？和歌山県は梅も有名。え、そうなんだ、知らんかった。じゃあ赤、赤のイメージもあるんだ。というわけで、いつもの何これ、何肉、何肉じゃんわかんないけど、を穴が開くまで見ます。穴が開くまで見てください。今バット振ろうとしてたな。え、だって、え、なんかたまにいるよあの東海とかでさ、なんかレーン待ってる時とかに、なんかたまにね、これペッパーミルじゃないよ、なんかね、なんかちょっと溜めて練習してる人いる。ペッパーミルじゃん、こんなんだよね、なんかこんなことして、なんかパーンってやってる人よくいる。思い出しちゃった、リーナさ、世界大会やってる時にさ、野球がペッパーミルみたいなのが流行ってたやん。でさ、ファンの人にペッパーミルやってって言われてさ、ペーパーミルだと思ってリーナ知らなかったから、え、これは知ってた、でもこれがペッパーミルかを知らなくてだからペーパーミルだと思って自己紹介したことあったよね、リーナ。あ、ペーパーミルか、はい、SK48 違うよね今思えば。りーちゃん、また配信遅刻。おはりな、おはよう。何してたんですか？フェアボールやエラーでランナー出たら完全試合出ない。エラーとかあるんですか？機械じゃないですよね別に、選手って。さすがりーちゃん賢いな。え、やっぱり味方のエラーでも完全試合ではなくなる。エラーって何？あ、出れないとか、ちょっとこの人今日はちょっと出れませんみたいなのがエラーですか？野球には他にもいろいろと試合を進める手段がある。なんか野球ってむずいですね多分。リナ覚えれません。ピューロ好きな人じゃなければただの趣味の押し付け。そうだよね。完全試合はデッドボールやフェアボールもなくて、何か分かんない。デッドボールって何？デッドってなんかさ、悪い意味じゃなかったっけ？無理ですみたいな。相手チームが優位、誰一人一塁を踏まずに試合を終えた状態。あ、踏めなかったってこと？一塁も途中で取られちゃって。そういうことね。え、かわいそうじゃない。あ、一応走ったんだ。じゃあ選手は、選手は一応走ったけど一塁までたどり着けなかったのがノーランですか？それ俺やん俺やってんのそう、貯めるんだってみんなパーみたいなそんな貯めるって思ってる、いつも。心当たりいる人が、心当たりある人がいるの言っちゃおもろい、それな。いや、でも結構いますよ。なんか他のレーン見ててもいるなんか仕事中もやってんのかなって思いますね。洗濯して送った主婦は辛いよ。私も主婦ですよ辛いですよね、めんどくさいし。ハート流れ星ありがとう。あとなんだこれ、金魚ありがとう。エラーイコールミス。あ、そうなの？ミスなんだ。エアーはボールの取りこぼしとかミスみたいなこと。
取りこぼしっていうのはなんか誰かがさ一塁まで走ってる時にさボール投げるやん、投げた時に高すぎてボールが取れなかったとかそういうこと？ひなちゃんのアバターを持っていないのでクルミアンズになった。何クルミアンズってってかめっちゃプロフの猫かわいい。猫を飼いたいなって書いてあるけど自分の猫じゃないんですか？ピッチャーの投げたボールがバッターに当たることがデッドボール。え、ピッチャーの投げたボールがバッターに当たる、え、それみんな見たことあるよ。めっちゃ痛いやつでしょ。なんかさ腰とかに当たってさうっってなるやつでしょ。あれ絶対痛いよね。いつも思うんだよね、あれなってる時さ、いやこれ痛そうって思って。まあやった側が一番罪悪感感じるよね。あの年齢層だとゴルフじゃなくて、いやみんななんか野球やってるんですよ。あとなんかたまにダンス踊ってる人いますよたまにいる。ハートありがとう。ゴルフスイングはよく見る気がする。え、ゴルフやってんの？ゴルフやってる人リナ見たことないみんなの頭の中ではボールがあんのかな。誰かの頭をボールにしようとしてるリナがバレーボールやるときにアンズをボールにしたときみたいに。野球でのランは走るの意味じゃない。あ、違うんだ。りーちゃんソフトボールは未経験。一応やったことあるけどそんな本格的じゃないです。体育の授業でちょっとやるかなぐらい。今日のお昼ご飯はりなちゃんが決めたのを食べます。カッコなんだそのカッコは。今日のお昼ご飯あれとかどうですか？昆虫食とか昆虫食とかどうですか？クワガタって食べれるのかな。うちのクワタ食べれるんですかね。なんかカブトムシって多分食べれるよね。ちょっと気になっちゃった。食べないけどね。え、お昼ご飯どうしよう。本当のを言うと、あ、親子丼で、親子丼でお願いします。いい、おはようございます。おはようございます。なんか前髪がすごいんだけど。兄ちゃんブブカ5冊予約した。すごいすごいじゃん。あれですよ、電子書籍版はちょっと樹液がね表紙だよね多分。なんか書いてあったよね。なので皆さんたくさん買ってください。味方が取れない送球したり、普通にやったら取れるボールを取り損ねるのが偉い。え、かわいそう。取り損ね、取れるやつを取れなかったらミスになっちゃうんだ。ダンス振りコピ練習、あ、そうそうそう、してる人いる。さすがに音楽なったら踊るだろう。お尻見て踊らん人いんの？え、でもみんな踊ってないよ。踊ってる人はいるけどたまに。ねえ、酒屋にさ昆虫食の自販機ある？え、知らない。めっちゃ儲かりそうじゃんそれ。虫取っただけでお金もらえるんでしょ。大須に昆虫食の自販機ある。え、大須にもあるって何、名古屋って昆虫食好きなんですか？ここは早く逃げて。大丈夫、食べないから。食べたくないし別に。親子丼了解しました。ブルブル、なんで震えてるんですか？なんで震えてるんですか？忘れないように食前にも行ってブブカ。ああ、いいですよ。でも30からだよね、販売が、発売だからまだまだですね。そろそろあれですね、リクエストタイム取ります。スクショタイム、リクエスト。虫取りしたやつを送る。虫取りしたやつを売る。え、めっちゃ儲かるじゃんねそれ。いつも公園で無条件で踊ってしまうもん。あれやめたい。え、踊ってるっけいつも？あ、でもダチョウとかは踊ってるか活動はどうですか？
カツ丼、まあ、どんならいいですよ、どんなら、どんなら大丈夫です。眠いポーズ眠いんか気持ちがコメントに表れてると思うんだよね。ふん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 、え、これ恋花ポーズみたいなやつじゃない？え、これだよね確か。ふんふんふん、全然眠たくなさそう。眠たくないもんリーナ。ふん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 産地直送。え、虫って産地直送なんですか？ジェットコースター絶叫ポーズ。絶叫しないんですよジェットコースターめっちゃ怖いよ白芸とか。本当にもうなんか、あ、なんかもうあれ流れた、あのさ、今までの人生の思い出みたいなの流れた記憶があるくらいマジで怖かったんですけど、そうだね、怖かったけど、うん、声には出ない、声には出ないよね。なんかもう気絶してますって感じ本当に。しかもさ、白芸の怖いとこがさ、背もたれないなんかもう、え、これリナ手離したら落ちるんじゃないかなってぐらい。なんならもしあのバーがポンってなんかのミスで外れたらもうその瞬間リナ吹っ飛んできますよってぐらい本当にあれは怖かったですねこうやって持ってさ、なんかもうなんか叫べなかった。もうなんかこんなんでなんかもう下降りるときあるやん、ポーンって降りるときはなんかもうこんなんで降りてた。なんかさ、いいってなっちゃうんだってジェットコースター。なんか芸人さんとかがたまにさ、テレビでやってるやん、めっちゃ風出るやつをなんか顔に当ててなんか皮膚がもうふわーみたいな なるやつあるやん、あれみたいな感じだからもういいってなっちゃうのこんなんで降りてる、いつもこれで落ちて、あ、そう、いいってなってるから声が出ないのかな。いいって落ちないやん、下げるときにいいなんて言ってる人いないやん。やりのも別にいいは言わんかも。え、絶叫ポーズしたことないんですけど、え、どうしようどうしよう、もういいでいいいいでいいですか、いいでいきますね。うん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 、怯えてます、肩出し。動いてる自覚ないけど動いてる、そう動いてますよ。でもリーダーもあるよ、なんかさ、学校でさ、廊下とかさ歩いてる時にさ、結構リーナなんか踊ってるらしくて、結構リーナ踊ってるらしくて、例えばそうだな、うーん、何踊ってたっけな、無意識とか、あ、多分あれだ、リーナよく片思いファイナリー踊ってます多分学校でこんな、なんだ、マイクつけてるんですよいつも。こんなんたまにやってますね、帰ってる時とかに。でなんか一回言われたんだよね、友達に、え、踊ってるみたいなで自覚なくて、なんかやっぱりさ、脳内にさ音楽流れちゃうと踊っちゃうんだって。で片ファイがよく流れてくるんだけど、で、え、もしかして踊ってるみたいな結構聞かれるそんな仲良くない子にも聞かれた、ニナちゃんよく踊ってるよねみたいなしかもなんかさ、自分の中ではなたまに踊ってる自覚ある時はあるんだけど、めっちゃちっちゃくささりげなく踊ってるつもりなんだけどね、結構しっかり踊ってる時あったらしいよリーナ恥ずかしいよね、ミルセンポーズ。ミルセンですよ、君だよ本当に。メールも取ったんですか、メールもどうせ見るんだけどさ、俺らに怒りな、怒りなやれということですか。
めっちゃ久しぶりかも。オッケー。桑田ポーズ。桑田これなんだけど、2本にしとくか。桑田ってなんかさ、こうなってるんですよ、角が。で、なんか奈良の鹿みたい。あのよくね、これでこうやって戦ってます、桑田。配信終わったらすぐに夢の世界行く。眠いんだね。ノーヒットノーラン達成したピッチャーの投球フォーム。わからん、何それ、こんなん。え、こんなんだよね多分。投球フォームって何。あ、こんなん、こんなんか。これだよね多分。もうここ1週間くらいまともに寝れなくて激眠。いいんだが、アイリさんの心配しすぎ。でもね、それぐらい心配してくれてる人がいるのを知るとね、嬉しいと思いますよ。りーちゃんの後ろの告知ポーズ。あ、これのポーズ、リーナ来てね。これ何やってる、リーナ。なんか、なんか下にあるな。もう締め切りもね間近なので、皆さん来てください。なんか斜めってんな。寝たいのに寝れないってこういうことを言うんだから。え、でもリーナも結構あるよ、寝たいのに寝れない。何これ、あ、あれだ、ココアじゃなくてココナッツだ。ココナッツありがとう。ジェットコースター不向き、リノ不向きなの。わかります、魂が抜ける気がする。だよね、あ、抜けたわって思う。バイキングで横の友達がマッチョで自分バー星で怖かった。なんだ自分バーなんだ。バイキングがなんだかんだで一番怖い説、正面の人のリアクション見て笑い止まらなくなる。バイキングリーナ乗ったことないんだよね。リアクション見て笑ってんの。ひどいじゃんリーナ、絶対、意識飛んでるよ。リーちゃんおはよう。早いね、早いよ。片ファイア草、いや片ファイアよく踊ってるんですよリーナ。鈴木なんだ、鈴木なんだ。多分学校では多分リーナは こんな感じ、こんなちっちゃくやってるつもりだけど、多分いつもこんなんやってます。これくらいやってる多分。いいわ、仮面ライダーに出てくる雑魚的のショッカー、何か分からん。え、雑魚的だったのリーナ。 SKE じゃねとか言われない。いや言われるよ、え、同級生でしょ。ごめん、あと10連が 20% とかしかない。学校で足上げちゃうのか。いや、ダチョウはやんないよ。あ、でも、あ、蹴り？え、蹴りはね、まあ、机の下でやっちゃう。あ、そんな高くしないよ、ポンみたいな。それでさ、前の人のさ、下に置いた教科書とかに当たったら気まずいよね。まあ、別に当たったことないですけどね。たまにいるんですよ、椅子の下にさ教科書置く人。マリーナもやってるんですけど。あれでね教科書倒しちゃったら気まずいよねっていつも思いながらやってます。仲良くない人に言われるのはダンサーやってるよね絶対。職業病。本物のオコリーナ、腰を手に当ててしかめっ面されます。知ってんの。いやもうそんなんじゃない、本当に怒ったらリーナ多分こんな無。それはソフトボール、え、ソフトボールなのこれ。
え、じゃあどうやって打つ、どうやって投げるんですか。大好きポーズ。大好きな。え、こうだよね。あっかんべーで可愛い。あっかんべーだよねこれ。方眼投げに見える。え、これって方眼投げなの。方眼投げってこんなんじゃない。なんかもう噛んだ。極限まで極限まで腰なんか背中を反らしてバーンみたいな感じじゃない。9月2日申し込みさびれた。最悪こうやって最高。なんでなんで最高なの。違うよ、向かいの人も笑ってんだよこれ。絶対あるある。本当みんなあります。失神か。失神はしてないですよ。私も10期に入りたいです。まあぜひ12期で。初見さん、リーナグリーン、こんばんは。嘘、こんにちはだね。こんにちはだ。クルミはコースターでビビってる人見て爆笑する。えマジクルミ、ちょっとリーナ、リーナ絶対爆笑されるじゃんそれ。全然なくなるの早くない。早いんですよこの携帯。てかショールームね、早いんです。学校に SK 入れた名前なくなるよね。あ、 SK だってなるよね。超わかる。え、いや違う違う、超わかるって。SK になったことあるんですか。そうそう、なんかね、噂があんのよ。なんか SKE っていうかアイドルやってる杉本リーナ、アイドルやってる人って思われてるリーナ。 SKE じゃなくてなんか普通にもうアイドルやってる人だみたいな。でも男子のね噂がすごい嫌なの。なんかゼストに通い始めた頃からなんか、あの人アイドル活動やってるらしいねみたいな。まだやってないのに、まだやってないのにそういうこと言われて違うけどってなるやん。で一番リーナが嫌だったのは TikTok でさ、たまにさ同級生がさコメント入れてくんの。これがめっちゃ嫌で、しかも男が入れてくるんですよコメント。なんかあ見ちゃったみたいなとか、なんか多分探すればあるよ。あてんてんてんみたいな、あとなんかえてんてんてんみたいな。やめてよ本当に嫌だ。めっちゃ嫌じゃない。あとかいいからさ応援しろって思う。あとか嫌だめっちゃ。あ見ちゃったみたいな。いや見られちゃっただからなって思って、こっちもコメント残したいもん。あっていうコメントに返信であみたいな。こっちも見られたんだよちょっとね。見ちゃったじゃなくて見られたの気持ちの方がきついんですよちょっとね。本当に嫌です。あとなんかいましたよ同級生にさ、女の子でさ、なんか全然仲良くないリーナ、全然仲良くないけどリーナがこの職業を始めた瞬間からめっちゃ連絡してくる人いるんですよ。まあ、リーナそんな返してないですけど。あとなんかそんな仲良くない、全然全然、ちょっとメールで話すかなぐらい、別に現実世界では話さないぐらいの仲の良さの人いるんだけど、女の子でその子がやたらとね、その子の友達にリーナの知ったかぶりをするんですよ。あの子友達だよみたいな、めっちゃ仲いいみたいな言うんですよ。それがめっちゃ嫌なんですよ私。これなんか共感してくれる人いないだろうけどさ、なんかすごい嫌なんですよ。もともと別に仲良くない。友達とも思ってないリーナは。だからさ、高校入ってもアイドルってことを隠して友達になりたいですね。知って友達になった人は絶対そこまでの関係なんで。でもね、一番なんか気まずってなるのがあれですよ、1学期の振り返りとか書くんですよ学校で。でなんか将来何になりたいですかとかあった時に、もう何の職業に就きたいですかみたいな、もうついてるんですけどってなるし。たまにさ、なんかの授業でさ、なんだっけな、あなたは何の職業に就きたいですか、
それに作るためには何をすればいいですかみたいな、えってなるし、一回家庭科でね、なんか経済のことやってて、お金を自分で稼げますかみたいなやつをさ、みんな罰してるけどリーナだけ丸なの気まずくない？妹さん13期に申し込みますか。いや、あんま興味ないんですよ妹。授業中に寝てたらビクッと足が上がる。え、リーナはね、寝てたまに寝ちゃうときあるんだけど、寝てあのシャーペン落としたときにパッてなるいつも落として目覚めて落として目覚めての繰り返しです、リーナは多分ね、周りの人にはバレてます。いや、超あるあるすぎる。またいつか言うタイミングがあれば言うわマジあるあるなんだ。アイドル生まれた時から、リーナ生まれた時からアイドル。あ、そうなのありがとう。ニナちゃんの男子とのトーク風景見てみない。でもリーナあんま話さん。リーナちょっとさ、敵意識持っててさ、クラスの男子にみんな敵だと思ってるのよ。だってみんな知ってるからさ、リーナが何やってるのか。だからなんか多分ね、すごい印象悪いと思う。リーナあれなんですよ、女の子にめっちゃモテるんですよ、友達になりたいみたいな。でもね、男子から多分どうも思われてないと思います。気まずいよねジェストでノアミョンと一緒でした。一緒でしたよ、ノアミョン。塩太陽で草いや、言っちゃうよねやっぱり。でもなんか TikTok のコメントではあとか残すのに普通に話してる時は普通なの。なんならなんか職業のこと心配してんの。リーナがさ、学校でめっちゃリーナ勉強すんのよ。ごめん全然終わんないわめっちゃ勉強すんのね。家で勉強そんなできない時あるやん、やっぱり仕事があってとか。だからもうその人知ってるからさ、リーナの仕事のこと。だからめっちゃ独り言すごくて、その人リーナが勉強してるとこ見てさ、めっちゃ勉強すんなとか、飽きないのかなとか、よく独り言言ってんだねその人が言ってて、でなんか返したくなっちゃうから独り言だけど、もうちょっとなんか言いたくなっちゃって、なんか言われて、まあ家じゃそんなね勉強できないからみたいなこと言うとさ、ああいつも頑張ってるんだねみたいなこと言うんだって、その人。コメントだったらあなのに、現実あったらなんかあ、まあいつもお疲れ様みたいな感じなの。なんか本心がわからん、本心がわからないのよ。やばい友達、やばいよね結構リーナ思う。これの職業、いや多分そんな思ってないですよ、多分ちょっとバカにしてるリーナのこと。いやマジでいいねボタンくれいいねボタン。アイドルあるあるネタ、そうアイドルあるあるですねアイドルって知ってても普通の人間として扱ってくれる子も絶対いる。あ、まあね、そういう人はとてもいいと思います。でもアイドルって言った後に友達になろうって言ってくる人がちょっとね。ちゃんと授業寝てるじゃん、人間で安心した。じゃあ別に、あの耳は起きてる、耳は起きてます。男子もある程度大切にしておかなきゃいろいろバラされる。あ、別にあれですよ、関わんないだけで、別に暴言入ってるとかそんなないんで大丈夫です。別にバラすことないと思います。独り言じゃなくて実は語りかけてる説。あ、マジ逆にマジ。ノアミョンは今体調悪い。え、そうなの、知らなかった。大丈夫かな、ちょっと連絡入れてみます。え、大丈夫なの。絶対リアのこと気になってる。いや絶対違いますよ、
しかもその人軽い男なんですよなんかいろんな子にアプローチしてるんですよ。掃除しない男子とかリーちゃんにめっちゃ怒りなされそう。いやしますよ。でも言わないリーナ言わないよ。でもなんか一応この職業してるからっていうのもある。なんか言い過ぎるとさ悪い印象でなんか変に持って話されそうだからさ言わんけど、でもちょっと にらんじゃってるかも。なんでしないのみたいな。掃除ちゃんとしない人嫌なんですよリーナ。女子とかにもいるんよ、なんか陽キャキロリでさ掃除しない人だるいみたいな感じでよく話してる子がいるんですよクラスの片隅で。それ嫌ですね。ちゃんと仕事してほしいです。掃除って大事じゃん。私もその友人と友達になりたい。そうなの一番前の教託欲が1チャンネル出る。あ、知ってる、なんかどっから見た。でもリーナね慣れないです。中学生懐かしすぎるそっか、みんなでも懐かしいのか。それでは聞いてください。好きになっちゃった。男が流すの小ラムイベント参加してたんだけど中からお調子悪くなってます。お疲れがたまったのかもね。ノアちゃんって割と体調崩しやすそうだしね。あそこはちょっと言っといてください、気をつけてねってヨーキャキロリでさその気持ちめっちゃ分かる。え、分かるでしょ。掃除はちゃんとやろって思う。だって自分が使ってる場所だよ。掃除できない人はダメなんですよ。掃除はできないとダメですよ。そんなの言ってんなら掃除欲しいっていつも思ってた。なんだ推しが何か分からんけど、ちょっと終わりよてなのに終われんかったまあでも学校ね今いろいろあるんですよ。まあでも私はねよくチクりたくなりますねよくね先生とさ話す時とかさ言いたくなるもん。あの子掃除してないんですけどどうなってんですかみたいな言いたくなるもん。別に言わんけどしてって思うよね。サッカー選手の娘さんってだけで注目されちゃうよね。あーそうだね、最初は本当にそうだった。リナが本当に何もやってない時、え、お父さん元グランパスなのみたいな言われたことはあったね。結構 STU3 期ではダンス等でメンバーから信頼されてるのはすごいじゃん。ノアちゃんすごいじゃん。チクり虫だ。え、でもさ正直チクった方が賢くないですかチクるとさ逃げるとか言われるけどさ弱いとか。でもさ正直さ大人に頼るのが一番楽なんですよ。一番賢いと思うよ。あと 10% しかない男子早く作れつって言わないよ。小学校までは言ってた小学校までは言ってたけどもう言わん。大丈夫、ここがチクりましたよねでもマジチクるよ。そっちの方が賢いよ。チクってる子は賢いと思う。弱いとか言われるけどさ大人が一番強いんですから学校なんてね。中学生の話聞くとマインド中学生に戻れるのまだ若いよかったね、まだまだ若いよ。バイバチクリムシ側チクリいいですよ、賢いと思います。こんにちは。ケイタさんマジイケメンやもん。それはよかったじゃあ終わります今日は終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。ワンちゃん明日の朝もやるかもしれないです。はいおやすみってそうだね、おやすみだねおやすみリナは今日は自主練して勉強してあの日垢見て寝ますチクられる人ダメじゃん、ダメなことしてんじゃん。ちゃんとねあれですよ、自覚するんですよ謎のうちね最初ありがとう。こちらこそ、めっちゃ初めてじゃない？最初から最後までいたの。お父さんグランパスなんだ、すご。
リナちゃんリフティングできたり、いやできてないんですよえパパから3日間教わったことあったんですけど、ちょっと3日坊主で終わっちゃってって感じです。せっかくさユニフォームも買ってさ、スパイクとさボールも新しいの買ってもらったのにさ、やるって言うから3日でやめましたあとさ桃にさ、ニーナ反抗期じゃないんでちょっと訂正しといてくださいただ寝ます。みんな寝るじゃん、おやすみ今来たとこリーちゃん大好きハート、今じゃないじゃん、めっちゃ前から来てたじゃん、和歌山住んでますよみたいな言ってたよね。ありがとう、仕事に戻ります、戻ってください。いろいろ答えてくれてありがとう、ありがとうね、伝えてくれて。こんにちは、宿題頑張って、またねまたねはやっぱり違うでしょ、反抗期じゃないです、あのこれ、あ今日のオチね、反抗期じゃないです3日ではさすがにできない、できないっしょ、3日は無理です。これくらい好きに顔出します。え、そうなんですか、顔出すんですか、やった。あじゃあ斜めってる気になる斜めってる気になる。じゃあぜひ東海屋串会ツーショット会もね9月まで締め切りで一番早くて、なのでぜひ来てください私あの誕生日が9月20で近くにもあるので17とかぜひ祝いに来てください。流れ星ありがとう。もう仕事する気なくなった仕事する気なくなった、頑張れ。何のために仕事してるのか、お風呂で考えるんですよ、お金のためですよね。バチバチの反抗期やないの、違いますよ、反抗期ですかそっちが反抗期ですか、違います、私は反抗期じゃないです、こういう性格です。ゼップダイバーシティは昼夜とも広報だった、あそうなんだ、じゃあぜひ大きいうちわとかでパーンってやってくださいノアミオの次はリナちゃんに認知してもらうか、お願いします認知します、私早いんで認知で、皆さんぜひ来てください。もともとカミナちゃん推し、あそうなんだ、カミナちゃんいいですよね仕事しながら聞くの楽しかった、よかった、仕事ちゃんと進みましたフォローありがとうございます。じゃあバイバーイ、皆さんお休みの人はお休み、お仕事は頑張ってください、私はヒロカ頑張ります。